デスマスクの作成、1908年頃の、米国ニューヨークにおける。アルフレッド・ノーベルのデスマスク、セーヌ川の身元不明少女の、デスマスク・イングランド王ヘンリー7世の彫像、1512年、ウェストミンスター寺院にヘンリー7世と、非、エリザベスの墓を作るようヘンリーパッセイから委任された、イタリアは、フィレンツェの彫刻家、ピエトロ・トリジアーノが、葬儀用に制作した像で、 ヘンリー7世のデスマスクを一時資料とした、成功なものとなっている。デスマスクは、石膏野郎で死者の顔の型を取ったものを言う。作成目的としては、個人を忍ぶ遺品としての保存、肖像作成のための一時資料の確保、死生観、芸術性、盗作などを背景とした作品や、調度品の使用素材としての確保、法医学的資料としての保存などがある。時には、 デスマスクの上にそのまま着色して肖像とすることもある。軽視した死刑囚のデスマスクも数多く残されている。古代ギリシアの歴史家ポリビオスは古代ローマの人々が個人そっくりに作られたマスクを普段は家の目立つところに保管し、葬儀の際にはこれを被った人間が壮烈に加わると記録している。テオドールモムゼンはこれを当初は ローマのパトリキのみに許された権利であったと考えているにも広がった。17世紀には個人の彫像の一部としてデスマスクを使い、それを国別式に飾ったりするというのはごく一般的に広まっていた。著名人のものも多く制作されており、写真が発明される以前の人物の顔を知ることのできる資料となっている。十八世紀から十九世紀を通してこうしたものが 身元の確認のため遺体の特徴を明らかにする手段としても用いられるようになる。例えば、キングズベリーランの屠殺者事件では、身元不明の被害者の情報を求めるため、デスマスクを作成、公開して、情報提供を呼びかけている。後に、この役割は徐々に写真にとって変わられるようになったが、骨葬学、民族学、考古学などの分野では、 今日でもデスマスクはもちろんあまり一般的ではないが存命中の人物のライフマスクの作成も科学的もしくは疑似科学的な用途で行われている。ありがとうございます。